も松田さんそのこの間のロンドンオリンピックで、はい、そのなんかキャプテンとして、はい、そのご自身の役割はどのようなことだということで望んでいかれました。そうですね、まあ、キャプテンだっていうのは、ずっと頭にありましたけど、まあ、やはり一番は自分自身があの結果をちゃんと出すことっていうのを一番最初に、考えてましたね。でその次に、まあ、結果を出すことによって、まあ、チームの雰囲気を良くしていくっていうのもそうだし、まあ、結果を出して引っ張っていくっていうそういう意識が一番最初にありましたけどね。なかなか他 の, その競技を見てもその個人競技の中でそのキャプテンという存在を置いて、うん、オリンピックでみんなでガーッて盛り上がるっていうのをあまりこう見ないような気がするんですが、はいはいはい、そうですね、まあ、競泳はまあ、男女を一緒に動くし、まあ、それも結構珍しいと思うんですけど、まあそうですね、まあ、競技自体がもう全て、ね、プールの中で行うものですし、期間も1週間ちょっと8日間、男女の競技含めて、同じ場所で、同じ時間でこう進んでいくので、まあ、結構、まあ、一体感を得やすいというか、まあ、同じ動きになるので、まあ、そういう意味ではそのチームの雰囲気がいいのか悪いのかで結構その成績にもやっぱり影響を、与えてくるっていう部分はあるんじゃないかなと思いますけどね。松田さんってこう見るとこう昔ながらにこうキャプテンっていう存在でこういろんなスポーツとか学校なんかちっちゃい時でもそのキャプテンとしてこうまとめていたタイプなのか、それとも全然そうじゃなかったのかっていうのはどちらですか。まあ、小さい頃はもうガキ大将って感じで、はい、やってたんですけれども、まあ、基本僕もいつからかその水泳にこう集中するようになってというか、あの水泳でやっぱり上に行きたいと思い出してからは逆にこうマイペースになっていったというか、自分のこの競技のことに集中していったんで、その水泳を頑張ろうと思えば思うほど結構まあ自分のことにこうどんどん集中していったって感じだったと思うんですけど、まあ、でもある時からやっぱりそれだけじゃ辛くなってくる時があって、やっぱり自分のまあある意味ストイックに自分に集中してずっとこうやってきたんですけど、まあそれだけじゃきついっていう時がやっぱり来た時に、やっぱり周りの同級生だったりまあチームメイトとかスタッフの皆さんとうまく力を合わせて頑張っていくとか、まあ、強調して頑張っていくっていうのが、必要になってくる時がありましたね、やっぱりね、はい、それまでじゃあ一人でどちらかというとこう一匹狼的な。そうですね、はい、それがこうそれじゃダメなんだなって思ったそのある時っていうのはいつですか。やっぱりアテネオリンピックの時ですね、はい。どのようにそのアテネオリンピックではまず最初はそのじゃあまずはキャプテンシーっていうよりもその一匹狼的な気持ちで臨まれたアテネオリンピックではどうですか。そうですね、アテネオリンピックも、まあ、競泳チーム自体はメダルを8個取って、ですごくいいチームで、その時のキャプテンは山本隆さんだったんですけど、すごくチームをまとめてくれて、結果も出して、いい雰囲気いいチームだったんですけれども、まあ、その中で僕はどちらかというと、まあ、そのマイペースというか自分のペースで、ある意味自分の世界を作ってやっていったんですけれども、まあ何ていうかうまくそのチームの勢いとか雰囲気をこうポジティブな雰囲気を自分の力に変えれなくて、で、まあ、その世界の舞台で、まあ、初めてのオリンピックだったし世界の舞台だったんで、その舞台で、まあ、僕自身は結果を出せなくて、その時にやはりまあ世界の舞台っていうのは一人の力だけではやっぱり戦えないんだなっていうのをすごく、まあ、痛感した大会でしたね。